次どうぞみたいな感じですか。ああ、はい、2024年の9月の、はい。30日、今日は30日、9月、2024年9月月末30日のです。月曜日、月はい、末です。朝7時10分でございますと。朝7時10分です。はい、そうです。よろしくお願いしはい、まなんか今日はテーマないみたいなんやけども、まあ、物好きの皆さん、こんにちは。はい。はい。こんにちは。はい。よろしくお願いします。はい。でも再生数さ、あれなんですよ。びっくりしたんですけど、300行く時もあるし、見られる時は見られるんですよね。ああ、それは好みあるんちゃう？好き嫌いが。だから好き嫌いがあるから、本当に見る人と見る人の差は変わらないんですけど、チャンネル登録者数は一向に増えないんで、ちょっとそれを増やしたいなーって、個人的に最い近思や、ってええんる。ちゃう、別に。あ、いいんすか？いいんすか？アカウント持ってない人も多いと思うで。確かに、確かに。なんかすげえなんか、やっぱみんな全てを受け入れられない人が多いのかなーっていうのを最近思いますね、なんかね。こう見てるとね。なんかタイトル見てると、全てを受け入れてさらけ出す方法。まあ、僕も最近カピバラっぽいことやってますけど、なんか全てを受け入れて、自分の現状を受け入れてさらし、出す方法っていうテーマが、こんな再生数があるってことは、要はそういうことなんだろうなって思いますよね。まあでも、まあ、いつも見てる人は100人ぐらいよ。まあな、そうです。あそうとですはこう、ね。うろうろしてる人ああ、うろうろしてる人？とか、通りすがりの人みたいな。ほんで、ちらっと見て、これなんやみたいな。何や。でも、それでも、継続的に続けてるのはすごいですけどね、やっぱりね、一週間に一回。地球のニュース、世界のニュース。いや、ほんとな。世界のニュース。昨日、まあ、ちょっとマリーナ引っ越しちゃったからな、俺。あ、そうなんですか。あ、そういう。ボート引っ越しさせて。で、昨日もうちょっと夕方3時か4時ぐらいにお家帰ってきたから、ちょっと昨日はフォックスニュースでトランプのずっと演説見てたんやけど、いやー、面白いな、トランプって。面白いな。もう何やろ。だからまあ、政策というかな、まあ、トランプが、まあ、私が大統領になった暁にはっていう政策ですな。まあ、経済ですわな。もうとにかくアメリカの場合は、もう話の内容は経済一択。まあ、移民の話とかいろいろあんねんけどな。まあ、それはウクライナの戦争の話もあるけど、やっぱり、一番の、話の軸になってるのは経済の話ですな。もう、中間層っていうかな。その要は労働者層ですな。がもうあれだけボズタボラの状態になってるからな、インフレで。そうなんだ。そこの盾、そうなんだって、もうむちゃくちゃやぞ、アメリカ今。まあ、どこをどう立て直そうかということで、じゃあ私が大統領になったら、ああします、こうしますっていう話が、だん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 過激というか、ヒートアップしだして。まあ、とにかく、減税ですわな。個人の減税がもうテーマ。だから、例えばチップあるわな。チップって知ってるでしょ？アメリカってチップあるじゃん。チップですよね。あれの税金は無税にすると。で、まあ、あれも税金かけられとったわけですよな。え、あれチップも、さ。そうなんだ。日本でいう確定申告みたいなことするわけな。で、まあ、それ無税と。で、あとは、個人の所得税あるでしょ？これの残業代部分、これも無税にすると。まあ、だからそこまで今言い始めてるんで、俺、所得税ゼロやって言い出すんちゃうかな、最後と。すごいなぁ。それもすごいね。すごいぞ、本それはす当。ごいね。言い出す可能性あるぞ、これヒートアップしてるから、今。それはすごくいいことっすよね。ほんで、ハリそスうはハリなんスや。で、ハリスはハリスで、それに対抗して、カマラ・ハリスは、いや、皆さんに日本円で400万円ぐらいばらまきますと、それで頭金にして家買ってくださいと、やってるわけよ。もう、まあまあ、住宅ですわな。今、住宅も買われへんようになってるかな、若い人はアメリカは。家高くなりすぎてな。まあ、家が高くなりすぎたというよりは、ドルが価値なくなっていってる。そういう形ですわな。だからまあ、焦点は経済で、あとは中間層ですな。ここを取り戻すと。取り戻すというのは減税ですわ。もう減所税得税で。ゼロやっていうところまでやるかもからな、ひょっとしたら。
やる可能性高いっすで、よね。で、その分どこで補うかっていうと、税収をどこで補うんですかって言ったら、前から俺がいつも言ってる関税ですわ。関税ですか？貿易関税ですよ。だから名指しにトランプが昨日もずっと、俺5、4時間ぐらい演説見てたんやけど、名指しに上げてるのは中国と日本な。要は貿易な。要貿は易、トヨタの車とか、はいろいろあるやろ。中国い。やったら中国はい。ありますね。の安いもんとか。はい。これに莫大な、これの増税、関税をは持ち上げるんやと。い。はい。だから中国と日本に我々は侵されているって言ってるからな。そういうことなんですよ。だから、要は、アメリカの製造業ですよ。俺がいつも言ってるように。中間層。ここを復活させようと。製造ですよ。まあ、過去にあった車と一緒でな。GM とかクライスラーとかあったやろ。あの当時の復活。製造業の復活ですわ、アメリカの。だから内需ですわ。だから外から物を入れんと。中で育てる入れと。るんであれば思いっきり税金取るぞと。そういうことですよ。で、アメリカの、そうそう。で、あとは中央政府をちっちゃくすると。これが政策ですから、トランプの考えてる。で、まあ、中国経済がもうなんかもう、ゾンビ化 すごいさ、中国今もゾンビ化ってどういうことのゾンビ化なんう。もうですかね？動かん。五感、亡霊。亡霊、はあ、すごいぞ、本当、今も。もうだから、はあ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 、何回利下げした？この最近。ずっと利下げ続けてるんですら、もうどうしようもないんで。要は、ばらまきですよ。人民元ばらまいてるわけですよ。なんとかかんとか支えようとしてな、不動産も。で、まあ、あの人死んでると思うんやけど、今のプーさんちゃんは習近平な。あの人今年、これ最後の任期でしょ？これもう、これで終わりですからな。だからね、あらゆる手を打ってくるという。手を打つというか、もう焼けっぱちでやってるんですよな。なんとかして経済崩壊止めてるんですよ。まあ、不動産はもう崩壊してるけど、まあ、だから消費が全く伸びない。ただな、中国の消費が伸びない。中国の不動産がもうどうしようもないことになっていってる。まあ、これは当然、借金、要は今まですりすぎた、ドルを使って借金に借金を重ねてバブらしたっていうのもあんねんけど、結局は全世界、特にアメリカ欧州ですよ。アメリカ欧州のその消費が鈍ってるってことですからね。これ景気が後退してるってことで、リセッション入りしてるってことですよ。要は中国で作ったものを世界が消費しとったわけですよ。特に欧米は。これがもう売れないって形になってきてるんですよ。だから世界の景気が止まると中国は一番最初に止まるんですよ。製造業がな。そういう状態に今中国落ちてますからな。もう利下げに次ぐ利下げで金ばらまいてるけど、それでも反応せえへん。もうゾンビか。そんな状態ですよ、今。で、昨日、あれ、なんかトランプとゼレンスキーが一緒にテレビ出てきとったからな。なんか知らんけど、なんかゼレンスキー逮捕された人みたいになって。トランプに捕まえられたみたいな感じ？ いどういうことだよ。や、そういうことやってるんですよ、今、ボックスで。面白いぞ、もう、本当。逮捕された人って いもろいっやいすや、か？だから、もうトランプがもう仕切ってますと。わかる？テレビ。いろんなものを仕切って、仕切り。だからゼレンスキーを、あるいはウクライナを掌握してるのは、ホワイトハウスではありませんと。トランプ。私が掌握してますと。要は米軍ですよ。本物の米軍の方ですよ。有志の米軍の方ですわ。宇宙軍ですよ。がもう管理してますと。お縄にしましたみたいな。やってんのよ。一緒に出てきて。ゼレンスキーなんか囚人みたいな服着てな。で、トランプはいつもの赤いネクタイでな。やってたわ、昨日。なるほどね。あれもだから面劇場ですよ。もうそれ、白い。劇場ですか。暗に伝えてるってことですよ、もう。もう拘束しました。戻りました。まあ、あれも3人ぐらいおるからな。あれ、偽物やからな。第3の偽物やから、今のゼレンスキー。3代目やからな、あれ。で、この間ほら言った、イギリスの首相スターマか。あいつが、首相が、ね、バイデンに、ストップカードを打たせてくれって言ったでしょ？言ったでしょ？
で、そのスターマーに、と、スターマーをけしかけたのは、バイデンと会見させる段取りさせたな。スターマーをけしかけてんのは国務省ですよ、アメリカのな。国務省、なるほど、国務省ですな。で、この国務省がけしかけて、バイデンと会見セッティングして、ストームシャドウ OK ですっていう段取りをさせようとしたけど、撃っていいよって、もちろん撃ってくださいみたいに誘おうとしたけど、ロシアのなんか地図まで用意してな、ここに撃ち込むっていうな、段取りやっとったんよ。で、それをさせんというか、偽バイデンに、殿、それはやってはいけませんと。いけませんと。ホワイトハウスは殿が仕切ってるんではございませんと。我々ペンタゴンが仕切ってますって言って、国防総省が出てきたわけよ。それはそれでね、マジか。もうギャグやぞ、アメリカって。で、面白い。ええ、ギャグだね。もう、このウクライナ、イスラエルの戦闘に関しては、国防総省と諜報機関が仕切ってるんで、殿は黙っててくれと。アメリカ憲法何やったっけ？アメリカ憲法、大統領があれですわな、総指揮官ですわな。どうでしょ？憲法では。指揮官ですわな、一番偉い。機関ですそね。れ、どこ行ったの？みたいな。ペンタゴンが仕切ってますの。本当ですね。で、そのペンタゴンが、ストームシャドウは撃ってはいけませんと、なったわけよ。でな、この絵を見るとな、ええか？ペンタゴンを仕切ってんの、もうトランプなんじゃないのっていうこともやってるんですよ、結局、これ。国防総省はもうトランプの掌握になってるってことなんですよ、これ。面白いやろ、こ面れ。白い。トランプの掌握ってのも面白いな。そうなん掌だ。握されてると。もうそれしか、ええー。国務省がなんか僕頑張ってもペンタゴン動いてくれへんのよ。国防総省動きませんと。実動部隊が動かんっていうことかな。面白いことになってきてるんですよ。もうだから、面白いことというより最後のあれを見せてますわ。もう劇場。面白いですタネ明ね。かし、タネ明かし。種あ、壮明かし。大なタネ明かしやってますわ、今。そんなにいっぱい。すげえああ、そうな。か。バイデンは本当にハリボテだったのね、みたいなやつ。ハリボテでした、みたいな。ハ違リう、ボテでしカたカか。シ？カカシ、カカシ。カカシでしたか。面白いぞ。ゼレンスキーもお縄ってされてるし。ねえ、面白いですもうね。壮大な劇場見してますよ。ねえ。イスラエルは、ネタニヤフが、イスラエルは言うとったけど、アメリカからな、追加援助もらってると。38億ドルぐらいやったかな？追加援助もらってますと。フェイクやろうけどな。なんていうかな。プロパガンダやと思うんやけどな。まだ戦闘続けれるんやと。ということで、潔、なんていうかな。なんていうかな。い、こう、威勢のええこと言ってやってるけど、はっきり言われとったからな、ペンタゴンに。なんで？イスラエルとイランの戦闘が始まろうが、イスラエルとトルコの戦闘が始まろうが、我々米軍は一切関与しませんって、はっきり言われたからな、イスラエル。なるほどね。お関与前しらま勝せん。手にやれっていうことで。勝手にやって自爆せえと。もうだから、見捨てられてるよ、イスラエルは。イスラエルって国じゃないぞ、俺がやってるのは。シオニストが見捨てられたってことですよね。イスラエルというより、イスラエル政権ですよ。イスラエルの国じゃないと。民衆の話ちゃうと。イスラエル政権。シオニストの、イスラエル、シオニストが操るイスラエル政権の話ですから、これ。見捨てられた。偽ユダヤの政権ですよ。これが世界を動かしてるわけですからな。どうでしょう？これが世界の金融を動かしてるわけですから、このシオニストは。で、その後ろにおんのが MI6 ですから、モサドと。モサドですよ、モサド。モサドですな。ええか？もで、モサドと MI6 ってのは一緒やからな。で、その後ろはイギリスってことですから。もっと奥の話を行くと、その後ろはイギリスじゃなくてスコットランドって話やからスコットランドね。なるほどね。な。面 白い面白いぞ。な。面白いっすね。いいっすね。なかなかの見応えあるぞ、これ。
見応えありますね、めっちゃね。で、あと、ゴールドが2700ドル超えた。すごいな、これ。止まらんな、もう。ああ、ドル建てのゴールドは2700超えてきたな。これは3000ドルいくん違うわ、ほんま。見てみ。もう史上最高値毎日更新やから、ずっと。ほんと。ね。シルバーは34ドルぐらいまでいってんじゃんか。33.5ドおお。ルぐらいまで。うん。だからこれも40ドル目指す勢いですわな、これ、シルバー。ただまあ、ここら辺で一服すると思うとはもうちょっと加熱しすぎてるから。はい、落ち着くって感じですか？いや、一服。一服ですか？うん。ズドンと落ちるとかじゃないしに、一回休憩して、ちょっと下がると思うわ。下がったところで、また、みんなが買いに来て、最後。だから今な、ゴールド買おうと思ってるって買い場がないって感じなんですよ。ずっと連日高値更新やから、いや、高いよね、高いよね、安くなったら買おう、安くなったら買おうって言って買えないままずっと上がっていってる感じやからな。うん。だからこれ安いとか高いっていう感覚で見ると高いから買えないってなんねんけど、ただ単にベードル、ユーロ、日本円含めて、要は俯瞰資への価値が落ちてるだけの話ですからな。マネーの価値が落ちてるだけですから。金が上がってるわけじゃないんですよ、ゴールドは。マネーの価値が下がってるから相対的にゴールドが高く見えてるだけってことですよ。なるほどね。要は、マネーが余りすぎてるってことですか？まあ3000ドルタッチするんでしょうな、これ。いずれ。すごいぞ、本当ゴールドは。うん。まあ、あんまり急いで買う必要も今ないような気がするな。ちょっと行き過ぎ違うかなと思うけどな。行き過ぎっていうのは、走りすぎ？もうちょっとゆっくり行こうぜ、みたいな感じじゃないけど。一回調整しますよ。こんだけ一気に。走りすぎなんだ。ああ、なるほどね。昨日2700超えてきたんちゃうかな、確か。おとついか。うん。はい。で、日本の新首相は石破茂と。な、オタクがなりましたと。そうなんですね。そうなんですねって、あんた。自分のところ総理大臣やろ。まあそうなんですねって俺はあんまり気づいてない。そんな調べてなかったから。あんまり興味しなさないよ、僕っていう感じですけどね。石破さんが総理大臣に決まりましたと。まあ、10月の頭に。首相として任命されるってことですね。や、総理大臣、すいません、すいません、捕まあ、まえ今のとや。ころはまだ自民党総裁ってことですけどね。はい。で、あの人が新首相となって、高市早苗は内閣、組閣には組み込まれんかったと。内閣の外に放り出されたと。まあ、高市さんっていうのはちょっとな、見た目はその日本を取り戻す、まあ、安倍さん路線ですわな。安倍晋三さん路線ですよ。高市さんというのはな。で、要は言ってることは、ちょっと右っぽい感じ。日本ファーストな。日本を取り戻すと。ええかな。やけど、あの勇ましい系の人が言っちゃうと、今のタイミングでな。今のタイミングで高市さんってことになると、戦争って可能性ほんま出てくるんですよ。ロシア、中国含めて。笑ってる冗談じゃなくて怖いんですよ。あの人今。勇ましい系の人ってここで出てくると。ちょっとな、まあ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 の人じゃないと、ほんと怖いんですよ。今のタイミングって。うん。だから石破さんはオタク、軍事オタクは軍事、あの人防衛大臣もやっとったからな、過去に。軍事オタクやねんけど、まあ、あれぐらいの感じでええんちゃうかな。だからただちょっと、その河野太郎と、あの上川陽子とったやろ、あの女。上川陽子、河野太郎が全然得票数なかったわけよ。まあ、で、小泉進次郎ちゃんも落とされたわけですよ。だそうかからね。ね、これアメリカ国務省の力が弱ってるってことなんです、これ。うん。アメリカ国務省がハンドしてますからな、これ。ここら辺を。河野太郎とか、小泉進次郎ちゃんとか、上川なんてまさにそうやからな、あれ。もう犬の中の犬やからな、あれ、アメリカの。で、あれが全然浮上せへんかったっていうことは、本当アメリカのその国務省の力は弱ってんのはもうハンドリングできてないと思うんですよ。うん。で、まあ、菅が、石破を立ててきたって感じだから、高市さんちょっと危険なんですよ、今出てくると。今の状態では。うん。で、菅が、あ、ごめん。石破さんがのらりくらりやるんでしょうな。ただな、うん、財務省、日本の財務省は、イケイケどんどんに力増してるんでね、今。だから、何が何でもその禁止プロ線。
禁止プロセス。それは要は収支を合わせると。要は、国債ばらまきたくないんやと。赤字になりたくないんやと。ね。収支は、何や、健全化したいんやと、財務省は。要は、絞りたいって言われることですよ、金は。金は出したくないと。で、税金はもっと絞り取りたいと。いうのが財務省ですから、あれ、出世コース。それ、そうじゃないと出世できへんからな、財務省の連中っていうのは。それはもうちょっと強固されていくんちゃうか？多分、財務省の判断からは、石破さんも逃げられんと思うんですよ。もう、なんせ、ね、日本の中で一番力ある組織っていうのが、もう、日銀でもなけりゃ、自民党でもないし、日本政府でもないからな、財務省やからな。金を握ってるな。あそこが徹底的に絞り上げたいっていう意志はまだ強いんでね。そこをどう崩す？まあ、勝手に崩れやがる、トランプに崩してやるかな、日本の財務省は。戦犯っていうことで崩されると思うんです。世界のな。そうでしょ？そうですね。そうでしょ？そうでしょ？はアメリカに金ばらまいてるのをくれてやってるのは財務省でしょ？い。まあ、そうで日し本、ょ？そうですね。日本です。はい、そうですそうでね。しょ？で、ウクライナに金持っていかせるでしょ？岸田に。あれも財務省でしょ？世界で一番ウクライナに金出した日本やから。日本ですね。これ、ロシアとか、東側の諸国から見たらどう見える？戦犯やろ。最大の犯罪者やろ。一番金入れたとこですから、応援したとこですから。そうですね。だから、トランプが出てきて日本の財務省ひっくり返されるんちゃうか、これ。そういうことになると思うぞ、これ。はい。なるほど。そうですよ。日本人から金吸い上げて。全部アメリカ持って行ってるわけですから、これ、財務省。それが財務官僚の出世コースですから。出世コースなんだ。そうよ。出世せんかったら出世できへんのよ、あの連中。そういう構造にされてしまってるんですよ。で、10月の終わりか、1ヶ月後ぐらいに解散総選挙ですわ。はい。11月の頭ぐらいかな。解散総選挙をしますと。で、さあ自民党勝てますでしょうかっていう話になってくるのかな、これ。面白いぞ、これ。本当。ただな、自民党も力ないんです、実際。統一教会の状態でしょ。で、統一教会もそうやけど、まあ、経団連もそうやねんけどな。ただ、なんじゃかんじゃ言うたって、やっぱ、公明党バックにつけた創価学会っていうのが大きいんですよ。自民党。やっぱり創価学会なんですよ。でね、創価学会は創潰価れ学ないの？会、創価学会がな、公明党は支持せんって言い出してるんですよ、もう。半年。前も言うたやろ、この動画で。半年ぐらい前からそれやってんのよ、もう。まあ、だから池田大作さんが一応死んだという形にしてから、もう創価学会もそうなりかけてきたと。で、創価学会の、婦人部なんかも言ってんのは、やっぱワクチンの件ですな。あれで怒り狂ってるんですよ、みんな。やっぱな。で、ここへ来てまた10月からレプリコンやってやってるわけでしょ。もうだからこれ、自民党は勝てんと思うんですよ。ただな、他も、野党も、自民党もあかん、弱いけど、野党ももっと弱い。いや、結局問題じゃないですか。立憲民主とか。バラバラやから、立憲民主なんて当初野田やからな。あれ究極の売国だよからな、あいつ。前総理大臣やったからな、日本のな。一番アメリカに金貢いだあの男やからな、武器交換は。アメリカに。買わされたの。あれも本当アメリカズブズブやからな、あいつも。だからな、もう奴隷選んだって一緒なんですよ。対抗馬がないんですよ。うん。入れるところがない。もうな、山本太郎でも入れるか、みんなで。っていう状況ですわ。はい。そういう状況です、今。だから、盛り上がりにかける自民党は自滅していってんねんけど、その対抗馬がない。だから盛り上がりにかけるみたいな。うん。っていう感じちゃうかな。まあ、石破さんじゃ、ちょっと選挙戦えんでしょうな、これな。うん。高市さんやったら、ちょっと自民党まだ強かったかもからな。うん。若干な。女性やし。伊沢松井系やから。
まあ、勇ましちょがっじゃ、とぐいぐい。岸田のイメージを払拭できるぐらいの感じはあったやけど、う石破さんじゃ、あんま女の人人気ないかな、あれ石破さんって。オタクっぽくすぎて、暗いから。ん。石破さん、そう。そうね、確かにオタクですね。はい、石破さん軍事オは。タクですからな、その人。ただ、真面目なんですよ。むちゃくちゃ。ものすごい真面目な人やからな、その人。防衛大臣だから、いや、なんか守るっていうか、守ることには徹してるけど、こうね、守る人には徹してるけど、まあそうね、人気があるかって、なんとも言えないですね、キャラクター的にね。まあだから、その人は自滅していくっていうより、どっちかというと困った顔を見せるっていう役割させられると思うんですよ。岸田みたいにいじめる役目じゃなくて、こう困った感じ、これどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようみたいな顔しながら会見するっていうのを演出されると思うわ。まあだから次の選挙はどうなるかやな。もう自民党はもう、まあ、勝てるは勝てないけど、もう、どれ選んでも一緒。トランプにひっくり返さないしゃあないな、これ。まあ、だから、何遍も言ってるように、まあ、金の、経済金融の面では、経済金融の面では、日本の足かせになってんのは、民衆のな、日本国民の足かせになって足引っ張ってんのは、財務省なんですよ。ここが、なんていうかな、一番根っこなんですよ。ここは敵なんですよ、日本国民の財務省っていうのかな。わかるな、これは。で、あと、公衆衛生。公衆衛生ってわかるよな。健康。健康、はい。食べ物。食べ物、はい。健康。要は病気とかひっくるめてな。これの国民の敵。日本国民の敵になってるのは、牙城が厚労省なんですよ。だから、この財務省と厚労省を解体ささんと、これと日本国民との戦いってことだからやってるの、今。この官僚 VS 国民みたいな。政治はもうあっち行っとけみたいな。でもこれ、日本の政治では潰されないんですよ。無理なんですよ。だからトランプがひっくり返すんですよ、これ。そうなんだよ。面白いやろ。面白いですね。はい。それで日本国民は新しい時代を迎えると。そういう話なんです。まあだから、昨日、おとついか、有明でデモやっとったでしょ、また。レプリコン反対のな、厚労省解体制度かな、もう注射反対とかな、あれもまたプロパガンダいっぱい流されてな、SNS でバイト集めてる、1万円払ってバイト集めてたとかな、なことするわけないやろ、デモ流されて、ええ迷惑みたいな。反対勢力とおんねんな、だからな、やっぱ抵抗勢力。何いかろんわなからん勢けど、力が多いですね、やっぱり今回ね、はそ俺いこかんは。かったからわからんけど、5月31日はな、2万、まあ、はるかに見た感じ2万人はおるやろなっていう感じは見えたけど、今回何万人おったか知らんけどな、まあ、目指せ10万人とか言ってたけど、どんな感じや、何万人ぐらい集まった感じやな、有明は。おとついやったやろ、昨日かおとついやったやろ。これ、有明、僕行ってないか分かんないっすわ。違うよ、言ってないのはわかってるよ。はい。もう YouTube 上がってないか？まあ、まだ見とってくれたよ。まあ、わすぐかりまし消さた。れるかな？あれ、前の5月30日もバンバン消されたかな？あれ。言論統制全開やからな、ほんま。そうですね。だって普通にまず上がってこないし、そう、ニュースとしても上がってこないからニューね。スは上がるわけないやろ、そんなもん。一切取り上げへんわ。ああ、まあそうね。デマ流すぐらいやから、あいつら。デマ拡散するか9な？月の29でしたっけ？28か29はそこらへんよ。29か。え、違う。29、昨日やから28か。28っすか。そこら辺か。まあ、ええわ、もう。こういう状態なんですね。でもあれですね。どんどん、今、通りも変わってあるから、今年がどういう落ち着きになりますかね。まっちゃんから見て。落ち着きというか、何っていうのは、経済もそうだし、状況の動き、要は未来予想。だから何の。要は、経済だったりとか、現状の日本の進み具合とかっていうのは、今年だから末の、どれよ、に世界の経済の話が、どこの経済。日本の経済の話です。世界何といもうないよ、か、別に。なんもない。のんべんだらりとやってるだけじゃ分かるよ、のな。んべんだりとやってのんるべんだだらりけ。とやってるやろな、なんか知らんけど。はい。そうそうそう。何の変化もないんちゃうんよ、なんて。変化もないから、まあ日常と同じようなことをやっとけばいいってことですね。だからね。
だから最後って言ってるやろ、トランプが。この動画で俺30回ぐらい出るぞ。トランプで終わりなら分かるんですけど、いトやいランや、プで、うん。日本は最後やってずっと言い続けてるやろ、あの人、6年前から。日本は最後だって言って。これがそれよ、今。日本最後なんよ、だから。周回遅れで。だからまだ2年ぐらいかかんのよ。まだ2年かかるよ、ぶっ潰れんのは。はい。それまではまったりダラ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 って言ってドボーンって行くんちゃうか。だから何も起こらんと思うよ、日本は。ダラダラしてるんちゃうか。何してるって感じ。ダラダラしてる。世界は、それの5倍速で動いてる感じ。毎回やん、これ、ずっと。いつも一緒よ。ほんで、最後、2年後ぐらいに、あれドボーンって行くわけよ。なんかわからん間に。それをやるのがトランプですよ、だから。731部隊の件もひっくるめてですわ。ロバート・ケネディ・ジュニアが本に書いとったでしょ？書いとったでしょ？今回の、あれ、今度、トランプが大統領になった時には、コロナ担当大臣かなんかでしょ？あれ、次、あれ、ロバート・ケネディ・ジュニア。なるわ。な？で、あれが本で書いとったわけよ。この間。コロナワクチンの真相？ 731 部隊から始まってると、日本の。ええー、みたいな。でな？ええか？っていうことは、この大日本帝国やな、のこの続きの731から始まってるわけでしょ、これ。これが世界にばらまいたわけですわ、結局は。ねえ、生物兵器ですな。ですか？生物兵器の先駆者が731部隊ってことですから。ええかな？で、ウクライナ。戦争屋が仕切るウクライナ戦争あるでしょ？ここに世界一金入れたもん、日本の財務省ですよ。戦犯ですやん。え？大日本帝国軍隊ですよね。だからこれが戦犯になってるわけよ、今。で、なるんですよ、世界。世界の戦犯は日本やと。永久戦犯やと。で、じゃあそれどこやねんっていう話、さっき言ったやろ？さっき言ったでしょ？アメリカの戦争屋に金渡してるの財務省ですよ、日本の。でしょ？731部隊の残り、その残りがってどこって？厚労省なんです厚労省なんですよ。さっき言ったよ、だから何回も。か。わかった？これで。全部つながってると。これが二大戦犯なんです。世界の永久戦犯の二つが日本にあると。これをトランプがひっくり返すってことなんです。だから日本は最後だってなってんのよ。ええか？ええかな？ということは、世界から見ると、一番悪の巣窟が日本ってなってる。すごいやろ、これ。これ事実やからな。そうなんですよ。ある意味、日本人って強いっすよね。何が？強いっていうか、戦争に負けてますけど、やってることはえげつないことやってますよね。そのえげつない亡霊を操ってんのがアメリカですわ。イギリスですわ。ああ、イギリスか。その亡霊ですよ。亡霊を操ってるんですよ。亡霊っていうのは何かというと、その要は官僚組織ですよ。わかる？言ってんの。この官僚組織機構っていうのを残したわけですよ。ええかな？で、30年ぐらい、40年ぐらいまではまだ官僚組織の中にも、ノーという人がいっぱいおったんですよ。で、日本国民のために命を懸けてでも働くぞと。徹夜やってる人がいっぱいおったんですよ、官僚なんか。その当時は財務省ちゃうと、大蔵省な。大蔵省っていうのがあってな。ええかな？ええか？ここには優秀な人がいっぱいおったんですよ。ええか？大蔵省の時は。大蔵省の時は、な？ええか？ええです。これがアメリカに解体されたわけよ、大蔵省が。大蔵省が解体されたの？解体されたんだな。解体されたんでしょう。これはもう誰でも知ってる話ですわね。それで財務省になったわけよ。で、物系のカラーにされた。で、その優秀な人が全員解体、出て行って、おらんようになって、変なんばっかり残ったんですよ。出来の悪いのばっかり残ったんや。これをまだ操られてる格好ですわな。ノーパンしゃぶしゃぶ事件でやられたわけだから、大蔵省がな。そうでしょ？2000年の4月1日に、ね？はい。そういうことなんですよ。
はい、それもまた灰乗りされたんですよ。財務省も灰乗りじゃないし、財務省も作られたって感じですな。財務省を作られた理由はアメリカに金持っていくためですから、軍事産業やな。ちょうどじゃあ2000年が転換期だったんですバブル崩壊した後な。ね。今日フリートークやから、まあなんかもうずっとこの話続けていくけど、もう今日テーマないからええんか、これで。続けていって大丈夫ですよ。まあ、もうちょっとしたら終わるから、まあ、あいちゃんまた話してくれたらいいけど、んでな、この要は、財務省がアメリカのその国務省経由で、国務省のハンドリングというか、国務省の命令で、アメリカの軍事産業に金入れるわけよ。ええか？入れるわけやな。で、それを買うわけでさ、日本は。突っかけられた高い値段で買わされるわけやな。で、これを、アメリカ民主党の議員と、日本の自民党の議員で、分け分けして、ポッケないないすると。この構造なんですな。ずっと。ずっと続けてるんですよ。小泉の時ぐらいからな。小泉の親父の時ぐらいからな。郵政民営化って言った時ぐらいからな。で、薬も同じで、この財務省が、ワクチンひっくるめて、ファイザーとかモデルナとかアメリカの薬買うわけですわ。薬屋に金入れるわけですわな。で、薬買うわけですわな、国が。ええか？で、その法律を、薬っていうのはやっぱ法律あるわけですから、治験の。ええか？この法律をフリーパスさせる役目？ワクチンとかね、薬ね。これは厚労省の役目なんです。ええか？で、これ治験もなしでフリーパスさせて、日本に入れてきて、日本で金儲けするわけな。ええか？で、この厚労省の官僚、まあまあ、厚生労働大臣みたいな、まあまあ、厚労省の役人と、親玉上の方ややつやな。これと自民党、まだポッケないないするわけよ。これずっとやってんのよ、これ。ポケット。こいつら。悪いやろ？悪いっすね悪いやろ？ー。まあ、バレてるし、もうバレてくるけどな。まあ、もうバレてるから話せる内容だし、みたいなね、ほんいとやに。いや、バレてても怒らんやろ。じいちゃんばあちゃんなんてしないともおるんちゃうか、まだ。まだ、多分何も知らされてないっていうそか、んなまあ。東大出る人が悪いことするなんてありえないわ、みたいな。そんなことないんですけどね、東大出てる人ほど悪いことしてる気がしますけどね、なんかね、いいよ、悪い。まあ、そういうことなんですわ。何喋ろうかな、今日フリートークって。フリートークです か。なんかさっき質問しとったな、あいちゃん。なんて言っとったっけ？今質問された答えはそれよ。だから、今後の未来っていうか、まあ結局誰も知らない人がいるってことだから、やっぱりそれは情報を取りに行かないといけないからねっていう部分ですよね。だから結局、おばあちゃんおじいちゃんが知らないのも、この情報も知らない。まっちゃんその情報を、要は今、話してくれた情報ってあるじゃないですか。で、この情報って、もう勉強されてると思うんです。勉強されて持ってきたと思うんですけど、だから731の件、ロバート・ケネディ・ジュニアが本で書いてるって。本見たら分かるよ、これ。本読めってことですよね。今すぐ分かるやないか、そんなもん。で、あと、まあ、経済、金融に関しては、トランプの演説聞いとったら、ずっと同じこと言ってるぞ、トランプ、ずっと。ちょっと、なんか、わけのわからん英語やから、ちょっと分かりにくい時あるけど、あいつの。なまってるから。まあでも字幕入れてくれてるかな、今のは。まあそうですあ、日ね。本語の字幕入ってないの？英語の字幕入ってくれてるから、まあまあ、理解はしやすいよ、最近。便利やからね。今日まっちゃんって全部の国の演説とか聞いてるんですか？それとも興味があるものを中心に聞いてる感じですか？なんか、いろんな国の演説も聞かれるじゃないですか。演説がニュース一番見て、アルジャジーラはずっと見てんな、ウォッチしてんな。なんでですか？いや、一番中立やん。西にも東にも偏ってないですよ。極めて中立なのがアルジャジーラですよ、やっぱ。どっちからも見れる。で、インド版もあったり、インド版、中東版もあったり。中途版が、で、まあ、西からの見立てっていうのはあんまないけど、極めて中立ですよ。だから、なんていうかな、納得しやすいですな。それだとしたら、なんか世界の、例えば、全体像を見る場合は、中央のアルザザシ、え、アルザ、今さっき言ってた国、アルザなんでしたっけ？
何や、ニュースな。ニュース、そう、ニュース、どこ見ればいいのかなと思っああ、アて。ルジャジーラか。アルジャジーナ、そう。アルジャジーナを見れば、とりあえず全体像はわかる感じです。いや、それと、あとはまあ、そやな、アナウンスなんかはやっぱタス通信。タス通信、なるタス通ほど。信な。うん、それとか、まあ、あとは最近はもうアメリカも、この半年ぐらいもうかなり、なんていうかな、西、あ、偏ってないな。西とか。アメリカも偏っだいてぶないで変わっすてきか。た。うん、もう、変そうわってなんきですた。ね。うん、だいぶ変わってきたよ。なるほど。だいぶ変わってこられたんですニューヨークね。タイムズなんかもちょっとまともなこと言い出してるから、観念したんちゃうか。もう、洗い出されたっていう感じちゃうか。洗い、良くないものは、洗い出いやしいや、ておもう慣れ御た用ってだって感じ。連れて行かれたんちゃうか。なるほどね。いや、なんか、抹茶の情報源っていつもどこなのかなっていうのは興味あってて、要は、まあ、いろんな演説も見るから、演説も何をポイントとして見ればいいのかなっていうのが分からなかったので、質問したんですポけイントはないよ。だら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 見て、長いんですよ、あいつの。ほんまに。ど。3時間ぐらいやってるから、毎回。昨日は見とったん、ジョージアでやってるやつやったけど、もう長いんですよ、とにかく。まあ、だから俺も焼酎見ながら、飲みながら見てんねんけどな、お笑い見たり。ああ、だから、やっぱり情報統制というか、あまりにも西側に傾向し寄りすぎてる、東側のネタはあんまり流さないっていうのは、日本が一番ちゃうか、今、世界の中でダントツちゃうか。要は情報統制。要は情報統制、一番されてる国、日本がわからんと、ひょっとしたら。北朝鮮よりひどいかもわからんと、今。街で。すぐ消されるし。すぐバンされるし。中国の方がまだ言論の自由あるかもわからんな。日本今ひどいぞ、本当社会主義やぞ、これ。本当。確かに情報統制というか、情報が降りてこないというか、そういう、なんだろう、規制が強いですよね、日本ってね、すごくね。今まだ強まっていってるからな。だから社会主義なんですよ、これもう、完全に。完全にじろじ個人のじょ、個人のその言論の自由はない状態ですよ、今これ。もうひょっとしたら悪い方へ行ったら、悪い方へ、いい時代迎える前に悪い方へ、ちょっと一回行くとしたら、逮捕されるとかな。変なこと言う、ワクチンの話は逮捕されるとかな。やらかされるから、やらかしたっていう状態になっちゃいますまあ、もないんとね。思うけど、そんなこと。まあ、それにしても、ちょっと、まあ、言論統制激しいですよ。日本のメディアは。ちょっと異様ですよ、世界から見ると。抑えてる部分はちょっと大きいでしょうね、多分ね。まあ、それでもな、もう、それでも、この今の時代に、テレビだけ見て何か判断してる人っておらんやろ。たましに新か聞。も、まあ、テレビは見ないと思いますけど、はい、ほとんどの人は。まあ、おばあちゃんたちは違うと思いますけど、多分40代ぐらいの以下の人たちはみんな、まあ、ネットの情報も多分にねじ曲げられてるからな、もう。そうで、なんかもうちょっと金融、なんていうかな、こう世の中を斜めから見た排他的というか、なんちゅうてんかな、あれ。なんかこう世の中を斜めから見て、なんちゅうかな、真実をねじ曲げた状態で、こう、経済金融を、若い子に語るみたいなやつ多いからな。変な、なんちゅう、自分だけ金だけみたいな、あの世界で生きてる人が。だから、ホリエモンみたいなやつとか、なんかおるやろ、ひろゆきみたいなやつとか。いまあすれでね。若い子洗脳されるからな、あんなんに。そうですね。せん。あの一番考え方一番まずいからな、ああいうの。おお、ただどういう感じがやばいんですか？まずいっていうのは。相当おかしいやろ、頭の中、あれ。だってあれやろ。日本で何もでな、日本でおったら逮捕されるから逃げてるようなやつやろ。どっちか言ったら。ああ、ひろゆきはそうでしょうね。ホリエモンは違いほんまですけど外からね。騒いでるだけやろ。な？あんなんが一番ダメよ。死にはし、あの、なんちゅうかな、もう人としてろくでなしみたいな。ひろゆき。ホリエモンもそうやろ。似たようなもんやないか、あれも。何言ってんのかわけのわからないようなことばっかり言ってな。何？まっちゃんから言うとホリエモンってどうやって見えるんですか？どうやってって、俺から見ると、見るとどういうふうに見えるんですか、ホリエモンの姿は。頭でっかちのただの猿、ただのバカ。で、自分は賢いと思ってるバカ。って感じ。ああ、そうなんですね、なるほど。
ただバカだと思ってるね。猿の、なんて言ったかな。はい。猿のくせに自分を賢いと思ってるバカみたいな感じ。まあ、著名だからインフルエンサーだから特にって感じですかね。そんなもんどうでもええわって話よ。あれ見て嫌悪感を感じてる人多いと思うぞ。このまっちゃんチャンネル見るような、まっちゃんチャンネル見るような人が。正日制の200人ぐらああい。いうのを見ると嫌悪感というか吐き気するみたいな感じ。なんか人の不幸をあげて喜んでるやろ、あいつら。なんか知らんけど。まあまあまあ、そうです。まあまあ、人の不幸を喜んでます。なんかフリートークやから変な方向行ってあげるけど、今日話が。奥深い話が全くないけど。いやいやいや、でもたまにはこういう会ないとさ、ダメですし。まっちゃでんの場も、合はな、奥深いお坊さんっぽい話があった方がええねんけどな、ほんまはな。まあ、じゃあ、お坊さん的に言うと、今後の未来をまた話してください。最後に。お坊さん的に言うと？お坊さん的に今後、そうですね。この3ヶ月先とか、1年先でもいいんですが、そ未ん来な近の。視眼的な話じゃなくて、人の意識が大きく変わるときやからな、今。それの過渡期ですからな。それの大変革ですからな。だから、すべては地震も天災地変も何もかもそうだし、まあ戦争もそうやねんけど。で、金融経済もそうやし、要は地球そのものがそうやねんけど、宇宙そのもの。人心っていうかな、人の心。人の心がすべてを変えるっていうことなんですよ。それが宇宙法則になってるんですよな。お坊さん的な話でいくとな。それが今、過渡期っていうか、まあまあ、俗っぽく言うと、ちょっと始まった3合目ぐらいな感じ。3号目、なるほど。だから、あと3、4年かけて、こう、大きく変わってしまうと。そういう感じなんですよ。お坊さん的な。で、それで、新しい地球が誕生すると。新しい地球、いいっすだね。から、そこへ行くまでは、ちょっと、地球の人々は、苦しんでもらわないといけませんね、っていう。要は洗い流しですな。大洪水ですな。要は魂を洗い流すと。古い魂を一掃するんやと。いうことを今神様やってる。神はやって、神というよりは天はやってるわけですわな。お坊さん視点から見るとそこですよな、今。まあこれみんな分かってる話ですよ、毎回の話。そういうことでございますと。お坊さんしてってことで。あと今日はまとめとして何かあるかな。今日フリートークにしちゃってるんで、あれなんですけど、終着点がないんですけフど。リートークってしんどいねんな。俺今日ひたすら喋り続けたからな。ほんま、1時間。本当そしうんですどいぞ、こね。れ。ね。まあ、あの、ね。いっぱい、ネタはいっぱいあるからええけどな、俺の場合。あ、そうです山のようにネタあるから。ね。今日はでも政治家の話とかができたから、いいんじゃないですか、タイミング的には。世代交代だとか、どうなっていくかっていう話の切り口で、今日はできたからよかっただです。から、結局は、日本っていう国の場合はな、政治家が誰がなろうが一緒なんですよ。誰が総理大臣になろうが一緒なんです。それは、アメリカが後ろにおって、イギリスが後ろにおって、ジャパンハンドラーが後ろにおって、日米労働委員会がうんじゃらかんじゃらとか、ね、うんじゃら、米軍がうんじゃらかんじゃらとか、ねで、あんねんけども、最大の癌っていうか、さっきも言ったように、最大の癌っていうか、最大の民衆の敵、国民の敵は財務省ですからな。国民は分かってると多いと思うんですよ。要は、官僚組織ですよ。これが癌なんですよ、やっぱ。ガチガチに固まった。ここが理系の巣窟になってるんですわ。そうでしょ？総理大臣なんて変わるからな、4年に1回。ちゃうか？政治家なんて票入れんかったら落とされるだけやから、普通の人になる。官僚はずっと官僚やからな、あれ。言うことさえ聞いとったら。そうでしょ？で、その自分の出世のために、出世のためには、日本国民にならんこと、日本国民にはいいことをしたら出世できないんですよ。日本国民には不利益を被ることをすると出世できるんですよ。そういう構造を作られてしまってるんですよ、元の。ここなんですよ、根っこは。だから官僚解体戦とどうにもならんのよ。こう分かってる人多いと思うよ。そういうことなんですよ。分かったか？じゃあ、これで。要は、お金の扱ってるところが牛耳っちゃってるから、そこがダメだってことね。金の出し入れな。で、あと、健康の面もそう言うたでしょ、さっき言った。あと、医者を管轄してるでしょ。
厚労省ですわ。厚生労働省です。構成の。これも巨悪ですからな。もうレプリコンでみんな分かってると思うけど。まだ打てるやろ。何のために打つんやって話になれんか、あれ。なりますね。疫確か病に。ないのに打てと。これは信じられないけど、外務省ですね。でも、まあ、外務省が敵だということで、まだ分かってない人はそれは覚えておきましょうということで誰でも分かってるやろ、みんなこれ見てるような人は。もすね。う。いや、すごいの。まだ打てやからな。打つ人おんのかな。打つ人おんの、まだ。いもしかやー、うしたちら。の母親とか、打った方がいいよって言われたから、いや、もうやめてやめて、もうダメよ、打っちゃっては言う。俺何度も言ってますけどね。やっぱ、お年寄りってやっぱそうなんか。なんでそこまでボケてんの？調べない、知らないんでしょ？で、不安だから言う。いや、あと、要は、お医者さんが打った方がいいよって言われたりとか、国から来たものが全て本当だと思っちゃってる。それ一番怖いことやわな、今の時代。そう、だから結局全てが自分で判断しない人が多いと思いますよ。だからで事実やも、もんな。そう。だから結局は、その事実しないってところに繋がってくるんですよ。結局そは、れ、言いなりですよ、自分たちの。まだ打つ人がおるということはやで、愛ちゃん。まっますちよ。ゃん動画見たら、その人ら口ポッカーンやろな、も多分そうです。だこから、の人、宇宙人なの？結局、こう、今僕も世界中の、に暮らしてる人たちと付き合ってますけど、やっぱり、全然価値観違いますからね、世界中の人たちは、日本人と違ってね。面白いですよ、やっぱり話してて。まあ、価値観の問題じゃないやろ。なんで何にもないのに打つの？みたいな。いや、なんででしょうね。それわかんないっす。俺怖いも、な。怖いっす。だからなんか、でも逆になんか、打つことが正義だと思ってしまってる傾向はあるなとは思ってまして。なんかこう、自ら十字架にかかりに行くみたいな感じ？あ、やべえ、打つとは言っちゃった。これは P い入れとや、かない大丈夫、と。大丈夫、もうええよ、もう。大丈夫かな？消されたらどうしようと思っちゃうけど、いいか。うまいように編集でやってもらおう。いや、まあ、これ今日の、ここぐらいは大丈夫ね。多分大丈夫かな？ここぐらいも大丈夫です。はい。なんかもう、ひどい世の中ですな。そうですね。ひどい世の中ですね。ほんとな。まあでもまあ、ひどい世の中だからこそ、その状況を理解してきちっと僕らは行動しないといけないっていうのがまとめですよね。なんかね。まあ俺の場合は頭5年先行ってるから、もう世の中しか見えてないけどな、俺。まあそれはまっちゃんだから普通の人がやるにはそういう感じがベストじゃないかなって思いました。今だからこれ、雨降って地固まるっていう話あったやん、前回。はい、ありましたね。これがだからお坊さん的に言うと、今から大雨降るわけよ。今から2年間ぐらいな。ずっ要はと冬大で雨す。の時期が来るってことですね。そう。大雨と冬ですな。嵐。で、春を迎えるのが3年後ぐらいと。そうですね。そういう感じですね。そのどうぞ。間の2年間ぐらい、まあ、もうちょっとまっちゃんも頑張るから、いろいろ一緒に勉強しながら、はい。いろいろこう学びながら、一緒に遊んでいきましょうと。そうですね。新しい未来を作りましょうと。ということです今日爽ね。やかやな。いいじゃないですか。なんで、最後の一言余計ですよ。爽やかだなって。それ以上余計ですか。はい。まあ今日はこの辺で終わりましょう。今日も、物好きの皆さん、はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。またコメントの方、たくさん待っておりますので、よろしくお抹願い茶いたし遊ぶます。会決まったらみんな連絡するからね。お願いします。また遊ぼうかいね。はい、まさよたどうなもこれ、ら。お願いします。失礼します。